王府の王府の王府の後期31年1月2日は、中国民末、新書の思想家、受学者。字は、しかもの。号は、橋上か氏、一票同人、総田武佐外師、船山病草、南学移民。公衆不幸要件の出身。父は、王朝平。兄は、王助行、大王サブゆき。14歳で、生院となり、数定15年。 春秋の成績優秀により武将のここ座とみに、兄と共に巨人9代する。ところが、翌年の開始は、途中の農民反乱のために、北京にたどり着くことができず、そのまま、数定17年の理事生による、北京陥落及び後三景が、理事生に対抗するため新軍を迎え入れたことによる、民の滅亡を迎えた。その後、新軍が南進するや、英略二年。 順次5年、阪神挙兵を計画するが失敗して敗走、難名の英略三角のもとで明長最高活動に、身を投じて、後人となった。ところが、権力者となった、長賢中の残賞に睨まれて処刑されかけて、過労じて交尾に逃れ、さらに真の追求を受けて、各地を転々、晩年になって、ようやく公用近郊の石船山内に腰を据えて、 明朝の移民として生涯を送った。貧困と逃亡の日々の間にも学問著述に努め、四書五教をはじめ、老僧思想や仏教などにも幅広い知識を有した。特に、春秋の研究に優れ、春秋仮説、春秋美絵書、春秋世論、俗春秋左手伝白儀などの著作を表している。 他にも、史実願を論じた、読密願論や、それに続く壮大について論じた、総論、南明政権の歴史書である、英略実録などが知られている。民末の四大思想家に数えられる。高う葬儀を除いてみな、修正弁発しなかった。明王朝が、朝廷闘争、少量離犯に明け暮れ、ついには、民衆反乱、外恵比寿侵略によって滅んだことから、 強い改思想と身分秩序の確立の必要性を表し、陽明学、特にリニエの思想を激しく批判した。その一方で、証拠思想を厳しく切り捨てて、中華民族を復興して、新しい政治を確立する必要を唱えた。そのために、強力すぎる皇帝権力を抑えて、軍権制を軸とした文権制度を確立し、能の土地や、 商人の営利活動を規制して、中小の自営農民を保護する体制確立を求めた。その思想は、新末の阪神民族活動にも強い影響を与えた。その後、アヘン戦争に先立ち、船山一書150巻が末孫によって整理され、祖国藩兄弟が増補して上司させた。ひいては、丹津郡道、毛沢東が感銘を受けたと言われる。 ありがとうございます。